はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで、今回はシャルクワンゴールワンアシストお目覚めということで、さあ待ってましたブレダの爆撃、ここに来て出陣というところで今季初出場で、いや、大仕事やってのけましたね。そして、まあ、興キ心臓帰ってきた男の、まあ2年ぶりのウラレッツでのゴール、そして、あの響き渡るちゃんとと、 いうことで本当に感慨深いものがありましたそして秋元のあのシュートはなんて美しいというところでございますけどさあ、えー、この柏レイソル戦4連勝ということなんでこの試合の振り返りやっていこうと思っていますよろしくお願いいたします。と いうことで、さあ、早速っていきましょう。まずこちら、足は浦和03、浦和が勝利というところですね。まあ、これで浦和率4連勝ですもんね。4連勝プラス得点を取ったのがフォワード、コロキ選手、そして中盤、ミッドフィーダー、シャルク選手、そしてディフェンダー、秋元というところなので、本当、各ポジションの選手が点を取ったというゲームにはなりました。これで4連勝ですね。暫定2位です、暫定2位と。 いうところしかし、まあその裏列ですけれどもね、特に前半は柏レイソルのプレスに結構苦戦をしておりましたね。うんどちらかというと、レイソルから、浦和さん、ボール持ってくださいというところだったと思うんですよね。まあレッ列にボール持たせておいて、そこで奪ってカウンターみたいなのが、一つね、狙いにあったと思うんだけども、レイソルは最後のところ、アイディア不足ですかね。うんどうしてもこうフロート選手とか、仙藤選手とか、他の選手の個人打開に頼った最後の、 シュートフィニッシュだったんで、ちょっとそこでもう少しアイディアを出すことが必要なのかなちょっとうの、ん、正直感じましたね。だからこれ、前線にボールを運ぶところまいいと思うんですよね。ボールを奪ってね、ね本当、それこそ良い守備から、良い攻撃につなげることはできているんだけれども、最後、どうやって点を取るかというアイディア不足感をこの試合感じた、まあ、レイソンの攻めではありましたけどもね。で 逆にウラレッツは興期の動き一発ですね。もうあれで全てが決まったっていう感じがしますけれどもね、興期2年ぶりのゴールということでね、響きましたね、心に。あのちゃんと、興期心臓ちゃんと帰ってきました、2年ぶりのあのサポーターによる大合唱、行こうぜ、心臓と。 いうことで本当ね僕も感慨深かったですね、あもう1回ねコロキ心臓の、えー、ちゃんと聞くことができたんだなって、なんかこう身にしみるというかね、ね本当いろんな感情が湧きました、あのゴール、そして直後のちゃんとにはですけどもね、でその得点シーンを振り返っていくと、マリウス選手のホイブラーテンのロングパスを秋元選手がヘディングでワンタッチで落として関根選手が、まあ、深いところまで運んで、最後、コロキが決めるシーンにはなったんですけど もねまあ、だからやっぱサッカーって3本のパスがいい形で通れば得点機会って増える、まあ、得点チャンスというのがまあ広がるってことは結構言われていますんでまさしくその3本のパスですよね、まあ、マリウスから秋元、秋元関根そして最後コロキというところなんでので3本のパスで崩し切ったそんな得点シーンにはなりましたんであのコロキー選手の得点シーンなんですけれども、ね、あれ、ね、よく見るとコロキー選手の背後にはまあサイドバックの酒井選手がいてボランチの伊藤選手 中で構えているというところなんで、あれも良かったですね、まあ、さらにミッドフィールダー、大久保選手も中にいたんで、ペナルティーエリアの中に多くの選手が、しかもいろんなポジションの選手が、まあ、飛び込んでいたというシーン、まあね、仮にあそこ、コールキー選手にボールが渡らなくてもですけれどもね、ねその背後には酒井選手、伊藤選手、大久保選手がいたんで、ねあれ本当、コールキーが仮にボールを、えー、触ることができなくても、その背後の選手がまあ決めていたんじゃないかというシーンになりますんで、サイドバックとかボランチーの選手があそこ ここに顔を出すすとということは結構リスクもあるんですねやっぱりサイドバックの選手があんだけ中に絞っているんでその背後のスペース、まあ、自分が空けたスペースというのを今後カウンターで使われる可能性もあるんですけれどもまあ決めれば問題ないというところやっぱこう得点というのは何かしらのリスクを負ったとき、ね、無難に攻めていても点は決まりづらいというところなのでああいうリスクを負ったときに得点チャンスというのが生まれる本当まさしくそういうシーンだったんじゃないかというところになってきますよね。でまあ ま結果2試合連続で前半終了間際に決めるということ、まあ、前回の新潟戦ですよね新潟戦も前半アディショナルタイムに決めているんですねでこの試合もアディショナルタイムじゃなかったけど43分とか44分に得点を決めているんで、まあ、レイソルがしっかり後半に向けて修正する前に得点を決めたレイソルのこうゲームプランを破壊するみたいな時間帯の得点になったんであの一発というのは相当でかかったんじゃないかやっぱこう どのの時間帯に決めるかっていうのも大事なんですよねでもう一個誰が決めるかも大事というところで本当コールキー・シンゾーのゴールをみんなが待っていたっていうところで決めてくれたんでそれはサポーターの熱も上がるというところですよねでさっきも言った通り決めた時間帯も良かったというところで、まあ、レイソルも本当ね前半のいい時間帯があったんでじゃあこの前半は0-0、まあ、前半はスコアレスの状態で行って後半同じような戦いをやってそこからまあ得点を狙っていこう 見たたとところもあったと思うんですけれどもやっぱ後半に向けてゲームプランの修正を強いられてしまったレースというところにはなってきますよね。 で、えー、後半に関してはもう決めてくれましたね、ブレダの爆撃ですね。いやー、ね、シャルクが得点を決めたときっていう時のこの僕の生放送中のもチャット欄がすごかったですね、シャルクまさかみたいな、なんか、おーみたいな,な、んかねそこでねシャルク決めるのかみたいな、なんかこうね、あれやっぱ生放送のいいところですよね、こうね、喋、えー、ってる僕とね、他の方々、サポーターの方々が同じ気持ちを共有する、あれやっぱ生放送でしか感じることができない。 もしししはスタジアムでででかかか感感じじるることととががきなないい一体感というかみんな同じ気持ちでしたねまさかシャルクが決めるとは確かにシャルクには期待をしていたんだけど本当に決めるとはみたいなところでねあれはねコメント欄と僕の感情が、えー、ほんとマッチングした瞬間ででその決めた直後のスコロジャ監督も苦笑いみたいな、えー、マジで決めたのかよみたいなスコロジャ監督もね、えー、ちょっと苦笑いとかあれ嬉しかったんでしょうねんやっぱりこう自分が抜擢した選手しかも、えー、今年初出場の選手がこうやって結果を残すと いうのはやっぱこう監督の手腕であると同時にそこの期待に応えた、ね、シャルクも素晴らしかったというところにはなってきますよねで。あとだから足を止めなかったシャルクというところそれもでかかったですね、やっぱりこうゴールに向かってしっかり足を進めていたからこそ生まれたゴールじゃなかろうかというところですね。であと最後、ね、秋元2試合連続ゴールですよね、えー、サイドバック秋元2試合連続、えー、ゴールのアクロバットシューターと。 いうところ、あのね、秋元、これ、チーム得点王なんですね。えー、前回ゴール決めて、この試合も得点決めているんで、現在左サイドバックの秋元、実はチーム得点王ということでね。で、聞いた大久保のランニングとシャルクのワンタッチクロスって、えー、書いておりますけれどもね、あそこだから大久保選手があの深い位置でボールを、えー、触ることができたには、ポケットのところですよね。ポケットの中でのザ・ポケット中ところでボールを、えー、触ることができて、それをシャルクがワンタッチでクロスを。 Yeah. <laughs> 入れたんですよね。で、あれ僕が思うんですけれどもね、あれシャルクがワンタッチで入れていなかったら、多分柏シの選手は、ね、秋元を捕まえることができていたんで、あんなねシュートは決まることはなかったんじゃないか。やっぱこうワンタッチで入れるま、相手がこうで、ね、揃う前、相手の陣容が揃う前に、まあ、しっかりクロスを入れてね、相手のこう陣容が崩れてる時にまあ、クロスを入れて決め切るというのはまあ、大事ですよね。本当ねこれ一旦ねボール持ち替えて左足から右足に持ち替えるあの一瞬の時間でねカ 選手は戻ることとができたとか、まあ、秋元を捕まえることができたかもしれませんので本当シャルクが左足でワンタッチ入れたというのは当全てじゃないかと思いますけどもね、はい、でこの結果、売られツは4連勝で暫定に位、いや、来ましたね、ねまさかの開幕、えー、2連敗スタートからの4連勝と。 ということでねまあ、さかね1ヶ月前はね1ヶ月をこんな感じに、えー、なっているとは思わなかったというところには、えー、なってきます、まあ、もちろん暫定順位なんでね明日の結果次第では、まあ、3位とか4位とかに、えー、落ちる可能性があるんですけれども多分ですけれども明日の試合結果云々かぬどうよりも多分、うん、本当トップ5、まあ、トップ5には、えー、週明けいる可能性はあるんじゃないですかねしかもね、うん、仮にヴィッセル神戸が勝ったとしても首位と勝ち点差でほとんど、えー、差がないという状 東京でのこの、えー、順位表というところなんで すごいなスコルジャ監督とといいうところでございます途中から出た選手の活躍も最近目立っておりますでやっぱスコルジャ監督の選手起をも当たっているんですよね。うん、途中から入った安井選手が、ね、セレッソ・サカー選が得点決めておりますしでこの試合に関しても途中から入った、えー、シャルク選手が得点を決めていますんでねうんやっぱスコルジャ監督の選手起用、まあ、途中から、えー、出てくる選手の,この起用法というのが相当当たっていますんでそれこそ、まあ、選手のコンディションの見極めを含めてですけど もねまあ練習中からですけれどもねスコロジャ監督はしっかり選手のことを見ているんだなって最近のゲーム展開にはなっていますけれどもさえー、今後まあ裏列上に行こうというところでほんとこれからも期待していこうと思ってますけれどもねはい。ってことで以上になりますね以上パラプンテジェルサッカーチャンネルの包んでしよかったらチャンネルでますその